これから運勢をやっていきたいと思います。頑張ります。ではではでは、はい、加藤ちゃん、今回のね、雑談トークは運拾い清掃活動ですよね。加藤やっております、やっておりますけど、そんな僕もやっぱり10代はポイ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 捨てましたよ、本当に。あの時はもう捨てるのが当たり前だったなと思ってて、だから今のね、自分からそう10代の僕に言うな、言ってやりたいっすよ、捨てちゃダメだよって。僕がどうしてまずポイ捨てをやめたかっていうとこから行きましょうか。これね、19の時の彼女とドライブしてた時に、僕カンカンポンってたんですよ、外に。つったらめちゃくちゃ怒られてますよ。ゴミ忘れ物じゃないって、ゴミ箱にしてくださいって、ゴミ箱、まあ確かに僕が悪いから、僕ね、捨てちゃダメなのって、みんな捨ててるよって、みんな捨ててるから、あなたが捨てるのがいいのって、じゃああなたの家に捨てられても大丈夫なのって。ああ、そっかーと思って、なんかその時にパッと思って、ああそうよな、家に投げ込まれたら嫌だよなーと思って、確かになーと思って、そっからもうポイ捨てはね、僕ねやってないんですよ。でそこから一緒にもう唾もパッペッペッペ吐きよったんですよ、僕。それも読みましたね。なんか唾吐くのもなんかね、病気悪いなみたいな感じで、そこからそういうちょっと行動は控えるようにしてますね。大人になったでしょ、だからあの子のおかげですよ、僕が今こうしてるのも。多分。それで、実際、じゃあ僕が、そういった運拾いとか清掃活動やり出したったら、倒れてからですよ、はっきり言って。そっからね、20年なあもしなかったですよ。で、その時は、わかんなかったっすもん。ゴミが落ちることに意識がないんですよ、全くもって。それで、倒れて、これ、まあ前にも言いましたけど、下を向くようになって歩くんですよね。で、あと、そうだ、その前に、ずーっと車だったし、自転車だったし、バイクだったし、とか、で、まあ、ランニングもしてましたけど、要はこう、前を見てるんですよ、ずーっと。だからその、歩いてる時もそうですよ、前向いて歩いてるから、その、下に意識がないんですよね。で、倒れてから、やっぱ最初の方って、下向いて歩くんですよ。やっぱ不安だから、自分の方向が。そんな時に、うわ、めちゃくちゃゴミ落ちてるって思い始めたんですよね。うわ、ゴミって多いなーって思ってて。でもじゃあその時に、じゃあ僕は、拾ったかって拾ってないですよ。で、やっぱ多いなーと思いながらも見てて、で、その後、あれ、一年だったかな、大谷くんが、ゴミ拾いしてる。で、それでなんか、その時僕、その一つ出てに聞いたんですけど、大谷くんがゴミ拾いしてるのって、人が落とした運を拾ってるんだって、っていう。あ、なるほど、いいきっかけだなって思って、それ。まあ、ちょっと横島ですけどね。落とした運を拾って。まあ、それがきっかけで、清掃活動。だから僕は運拾いって言うんですよ。をやるようになったんですよ。まあ、極力ね、こう、目についたら拾うようにはしますね。なんかね、こう、今拾えれるのに拾わなかったって、すっごい後悔しちゃうんですよ、僕。別にそんな急ぐことないじゃんって。っていう感じで、極力、こう、拾えるものは拾うように、形で。だからその、使わせてもらってるっていうことじゃないですか、やっぱりその道路でも。だから、そういうので、まあそっか、まあそうだな。
まあ、確かにこう使わせてもらってるっていうのもあるから、やっぱ綺麗にしとこうかなっていうのも、気持ちもあったりしますね。ただやっぱりね、これはよく言われることじゃないですか。間違い汚いと犯罪が多いと。間違い綺麗だと犯罪が少ないみたいな。もうそうだし、やっぱりゴミのないところが綺麗で、ね、気持ちいいじゃないですか、自分たちも。そんな大掛かりに見えるわけじゃないんですけどね。そうなんですよね。ただ僕ね、もう一つだけね。あ、ちょっと。取ってくる。今から。ありゃ。綺麗に買ってやる。よかった、じゃあ。本当はね、こっちはね、年から中こんな感じなんだけど、こっちね、草ぼうぼうでね、生えたとこから生えてて、で、ゴミが溜まっちゃうんですよ。でもう、ここで、僕肩巻きだからさ、あんなとこに落ちたらさ、もう二度と上がれないからさ、もうできないなと思いながらもね、こう今綺麗になってたからちょっと嬉しいかなって感じですね。という具合です。そんな感じで僕の清掃活動、昔はポイ捨てしてましたよ、でも彼女が家にあんた捨てられたらどう思うよって、嫌だっていうところで、そこからゴミを捨てないし、ズボンも履かないしみたいな、そんな感じで、でその20年後に大谷翔平くんがその運を拾ってるっていうね、ことをやってるってことで、それをパクっちゃったみたいな感じでございます。ということで、加藤の運拾いでございました。バイバイ。